All right. I think I've had enough dancing. Let's go to the. Let's go see Makimura. So, I guess you could say this is like a point of no return. In that this will. Starting this sequence of events will end the chapter. ここやな。 誰もおらんのかい。しゃあない。出直すか。 こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。 あれ、 お客様ですか。 おかしいな。すみません。 誰かいらっしゃってますか？ なんや、こいつ、目が。 もう、ドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。 来てや。おい、ええから来てや。泥棒やったらとっくに逃げとるわ。落ち着けやな。どこにいたんですか。俺は今店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから、避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。 いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんや、ゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。おい、すみません、怖くて。 え、いや、で、店長は？おらんのか？今日は出かけて帰ってきません。
すみません。なんで謝るんや。わかった。とにかく出直すわ。本当に本当にすみません。泣くなや。どこがお辛いんですか。え？さっき体がバラバラになりそうって。治療されるなら早く予約をされた方が。え、ああ、それはもうええんや。ほなまだな。やっぱり。やっぱり。タイマー！違う言うとんやろが。ああ、ほらわかった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。相当つらかったんじゃないですか。ああ。こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですが、お仕事は何をされてるんですか。仕事？俺は。俺はキャバレーのボーイや。そうなんですか。同業の方たくさんいらっしゃいますよ。やっぱり大変なお仕事みたいですね。この前もグランドって有名なお店の人が来て、支配人がむちゃくちゃばかりするから毎日すごい大変だってぼやいてました。ほう、誰や一体。よく貧乏暇なしって言いますけど、私は忙しい方がいろんなお客さんと知り合えるから全然苦にならないんですよね。私、お客さんから仕事のこととか街のこととか聞くのが好きなんです。お客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体がこんな風に凝ってるんだなって、施術をしながら頭の中で想像したりするんです。ほな、姉ちゃんの話聞かせてくれや。なんや、趣味とかあるんか。そうですね、展示の本を読んだりもしますけど、ラジオを聞く方が好きかな。ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅんはラジオのええところやな。ええ。でも一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話をする方が好きなんです。だから仕事が趣味みたいなものかもしれません。人と話すのが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるんとちゃうか。私がですか。さすがにそれは。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんですか。そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。しかし仕事が好きか、そら羨ましいの。お仕事好きじゃないんですか。うん、まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと私は上司に恵まれてるんですね。店長に出会えて私本当に助かったんです。店長のお店だったから今までやってこれたけど、他のお店だったらとても。
ここの店長ってのはどないな人なんや？店長ですか。そうですね、なんか見た目は怖いらしいです。なんや、その見た目はっちゅうのは、まるで実はちゃうみたいやないか。だってあんなに優しい人他にいませんよ。そりゃ怒鳴ると怖いかもしれませんけど。そのなんや、暴力を振るうタイプとちゃうんか。暴力？確かに店長力は強いみたいですね。店長の指圧を受けてるお客さんはいっつも悲鳴を上げてますよ。いや、そういう意味はのうてな。でもあんなに強く指圧してるのに揉み返しが起こることが全然ないってすっごく評判なんですよ。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの健康を第一に考えてるんです。整体師としてもそうですけど、人間としてとっても尊敬できる人ですよ。はあ。それに以前私も店長に救われたし。救われた？とにかく店長は全然怖くないですよ。人は見た目によらないってことで。私見たことないですけど。おいおい、さすがに笑えんで。お客さん、お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ、今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ねえ、ったく何してんねん俺は。あれ、店長。え、いやー参った参った、財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか店長。お、先日中か。いらっしゃい。ほう、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。あれ、店長ハリーですかそれ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリーっとこか思てな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外ハリ治療やってくれないんです。店長のハリ級だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれない。ん、あれ何の音だろう。
ああかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私春やるとき、わしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早こうてきて。でも私だと時間かかりますよ。大丈夫や、それまでゆっくりこのお客さんのツボチェックせなあかんからな。じゃあ行ってきます。おう、気ぃつけてな。ふん、早よドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけが。牧村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、マトの店で気抜いとるような敏郎の殺し相手ならなおさら。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッドハンドの大サービスや。行くでー。おー、うりゃ。Really should have called it God Hand. Yeah. So, no knife for this fight. Just whatever style you go in with. Look, you've got an inventory. Just pop something out. Nah, we're gonna use our full thug potential. Ooh, slime gun. So the massive man is built like a tank. He'll block. But because it's still basically Majima's Chapter 2, he's not super hard. I was looking for stuff to like throw at him, but I don't. Well, halfway into the fight, we go into this. If you fail that QTE, he'll just hit one of your pressure points, and it's actually pretty great. I was hoping it'd be more like just an automatic loss. That would have been pretty funny, but it's way too early in the game to do that. Yeah, the QTE seemed generous. I mean, they are. I'm just saying. Well, I would say there is a time and place for instant death QTEs, but let's be honest, there never is. Also, I don't know that I've ever seen that heat action before, but it is pretty cool. The one where he like runs up the wall? Yeah, it reminds me a lot of Judgment, honestly. So, yeah. Block, dodge around him. Be careful when he parries, I guess. Don't be afraid to use the cushions. Yeah, I'm like somebody. ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もや、お前。こっちのセリフや。なよっ。邪魔すんで。ふん。
やっぱりチンケなチンピラかい。ちゃんとお仲間呼んどったちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。え、リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ、何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。あ、せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ、店長。まこと、な、何やと。おお、ええタイミングや。おかえり、牧村誠ちゃん。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろ、誠。うわっ、うっ、うっ、店長、どうしたんです店長。ま、誠、ええから逃げろ。なんなの、店長、店長どこ。牧村、この子が。邪魔すんな、おっさん。おら、おさっとすんな。はい、はい、ああ、何するの。離して、おれ、さっさと連れてけ。くせえ、なんなんやこりゃ。おっと、兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまに、あの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。中華はあれ、何もやねん。あの女は俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねや。そらこっちのセリフや、ボケ。前、あんたも死んどき。慕ってくれ。な、何やと。あんたしか頼れんのや。あよ、あよ、いかんかい。うっ、余計な邪魔しよって。な、なんなんや、この状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな、兄ちゃん。おう、やったれ。 Alright, so we got a little more to do this chapter. So, let's close this part of the chapter finale by, dealing with these dudes.Like I said, Breaker style, great for crowd control. Yeah, no kidding. But, this guy's still here, so...